次に北村国務大臣。規制改革を担当する内閣府特命担当大臣として一言ご挨拶を申し上げます。規制改革は安倍内閣の成長戦略を支える中核の一つであります。規制改革推進会議の下、より力強い経済成長を実現するため、聖域を設けることなく規制を見直し、スピード感を持って改革を進めてまいります。公文書管理については、昨年7月の閣僚会議決定等に基づくさまざまな取り組みを引き続き進めながら、現在と将来の国民に対する説明責任を全うするため、適正な公文書管理の確保に万全を期してまいります。また、国立公文書館の新たな施設については、平成30年3月に策定した基本計画に基づき、引き続き建設に向けた取り組みを進めてまいります。独立公文書管理官による特定秘密の指定等の検証・監察を引き続き支援してまいります。公益法人行政については、公益法人の自己規律の確立や、適正な運営の確保に向けた支援など、公益活動の活性化に尽力してまいります。PPP および PFI については、さらなる活用促進に向け、地域企業の積極的な事業参加を促すなど、具体的な案件形成の促進や、政策の企画立案に取り組んでまいります。どうか松本委員長をはじめ、理事、委員、各委のご理解とご協力方をよろしくお願い申し上げます。以上です。次に橋本